どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、皆さんにちょっとシェアしたいことがありまして、ガズレレ YouTube チャンネルで取り上げている動画って、もうね、1600曲ぐらいあるんですよ。そしてね、このガズレレ YouTube 動画みんな見てくださってると思うんですけど、今日はね、検索曲を見つけるときってどういう風にみんなしてるかなと思って聞きたいんですけど、多分一番多いのって、曲名を入れて、ウクレレ、スペースウクレレとかガズレレとか、そういう風にやってみんな曲探してるんじゃないかなと思うんですけど、これね、皆さんもしかしてご存知ない方がいるかなと思って、今日は面白い曲を探す方法をちょっとシェアしたいと思います。まず定番の探し方としては、これ、見てください。YouTube の検索窓のところに、例えばここに、サザン、オールスターズって打って、そして、ここね、キーポイントですよ。スペース開けて、ウクレレとか打ってみるんですよ。それで打ってみます。そうすると、こんな風にいろいろ出てくるんですけど、まあ、ガズレレのこういう風に出てきますね。こんな風な感じで。で、もっとガズレレに特化したければ、ガズレレで打ってみる。そうすると、見て、こんな感じでダーッと出て、こういう探し方するといいと思います。あと、これはバンドで検索したんですけど、例えば、曲名でもいいですよね。曲名で言ったら、じゃあ、例えば、今井美樹さんのプライドだとすると、プライドってこう、英語で打ち込んでガズレレって寄せるでしょ。ピッと検索する。はい。大体こんな感じで出てくると思うんですよ。こういう風に検索してる方、多いと思うんですけど、これだとですね、皆さん、世の中のこう、摂理で、自分が調べたい曲が当然出てくるんですけど、よくね、ガズが思うのは、その隣のもの、例えば、辞書とか調べてる時って、その目的の隣のものって目に入ってきたりして、それではこういう言葉があるんだってわかるような感じで、そういう風に曲をね、見つける方法もあります。まずですね、このガズレレホームページ。はい、これホームページ。これね、スマホでもね、大体やり方一緒ですんで、ちょっとここからご案内させてください。まずこのホームページに行くと、ここ見てください。ガズレレ完全ガイドって書いてあるのがあって、ここでもいいですし、あとね、スマホで見てる人は、こういうところがあるんですよ。この、YouTube 完全ガイドっていうところを押すと、ここを押す。はい。こんなページに出てきます。そしてこういうふうな感じで、いろいろこう便利な初心者列のこことか書いてあるんですけど、まずここ見て、はい。ここ見てもらうとね、初心者すぐ弾けるよっていうボタンがあって、ここで検索することもできるんですよ。もっと言うと、使うテクニックから探すっていうところをやると、いろんなリズムが出てきて、この曲、このリズムの曲練習したいって、ここチェック入れて検索すると出てくるんですけど、今日紹介したいのはここ。これがですね、皆さんにご紹介したいんですよ。これ。で、ちょっと例えばですけど、ここ。最新ムービー、新着ムービーはこちらってやると、これをね、クリックしますよ。そうするとですね、ジャンプするんですけど、アップロードした順番にずらーっと並んで出てきます。こんな感じです。はい。今日5月27日なんで、今日ここ日付最終アップデートが出てるんですけど、こんな感じで、もう、最新動画の順番にこうやって出てくるということで、これも、こうやって探していくのも一個のおすすめでございます。はい。じゃあさっきのところに戻ります。そして、今度は、ここ見てください。最新の J-POP っていうところを押してみたりしましょう。カチッ、はい、ジャンプしました。そうすると見てください。あって書いてありますね。これ一応新しめの J-POP ってことなんですけど、ガズレレで YouTube チャンネル取り上げてる曲なんですけど、見て、あから、あいみょん、あいこさんとかから、あーってこれ、こんなにいっぱい並んでるんですよ。これ、見て、まだ、あいうえおんとこです。やっとかが来た。こんな感じで、こうやってだらだらこういう見てる中で、あ、557188だとか、こうやって見てて、あ、サチモスだとか、シーナリンゴだとか、なんかこんな感じで曲探すのも面白いんじゃないですかね。で、まあ戻ってみましょう、もう一回。はい、こんなような感じで、今ね、新着ムービーと最新の J-POP 見たんですけど、今度定番の J-POP っていうのはちょっともっと古い感じのやつですね。あとハワイアンソング、懐かしの昭和歌謡曲とか演歌、家族みんなでとかアニメソングとか季節の曲、沖縄の曲、洋楽なんかもここたっぷりありますよ。ちょっと洋楽も覗いてみましょう。ピッ、洋楽のページに来ました。イングリッシュソングスって書いてあります。これはまあ、主に洋楽がこっちも、だいたい ABC 順で並んでおります。B とか、ブルーノ・マーズとか、ビートルズ、CCR とか、カーペンターズ、シンディ・ローパー。まあ、こんな感じになります。これちなみにここの文字のところをクリックすると、YouTube 動画で飛ぶってことですからね。こうやって、なんか普段意識してないけど、あ、そういえばこの曲あったなっていう感じで、曲を探していくっていうのをちょっとね、皆さん体験してもらいたいですね。僕はね、結構この探し方が好きで、
決め打ちでこの曲やりたいっていう時もあるんですけど、なんかな今日何やろうかなってダラダラ探してみたい時とかって、この探し方すごくいいです。さっきも言いましたけど、なんか辞書を見てて隣のものに目が入っちゃって面白い体験をするみたいな。曲の探し方って人それぞれいろいろあると思うんですけど、まあそんな風に一個ちょっとこれも参考にしていただければなというふうに思います。今日せっかくデスクが出てるんで、今何やってるかちょっと見ていただきたいんですけど、これね、今度7月に出る、リットミュージック社から出てる新しい楽譜が、またリリースされます。それのね、楽譜のチェックをね、今最終段階でいろいろしてるんですよ。こんな感じで色ペンを入れたりとかして、まあやったりとか、で、これを、合わせるためにこの前に書いたノートとかをこう照らし合わせたりとかして、まあいつもね、ガズはここでこうやって拾ってね、YouTube とかいろいろ見ながらこう音を拾って、このウクレレで音を拾って書いてるって。ここがまあここで作業してるわけなんですけどね。はい。このカメラを使って、それで使ってるぞと、このカメラでいつも撮ってます。これ今撮ってるのはね、またハニーさんに借りてるカメラなんですけど、まあまあそう、こういうところでね、ガズレレ動画っていうのは生み出されているわけでございます、皆さん。はい。1600曲とかいう曲数になると、やっぱりね、なかなか、どんな曲あるかもうわかんないじゃん。今みたいに調べてもらうと結構面白い発見ができるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっと皆さんね、いろいろ曲探し冒険も面白いと思いますよという、今日そんなシェアでございました。はい。梅雨とかね、梅雨入りするしないとかいうのもあるし、コロちゃんのね、まあ影響でやっぱりなかなか家にいる時間がちょっと今長いと思いますんで、なんかいろんな曲挑戦してみてもらう、そのいいタイミングかなと思って、曲紹介のいろんな方法をちょっとシェアさせていただきました。まあでも基本は曲名とスペースガズレレ、これで探すのがまあ早いと思いますけど、はい、音楽でやっていきましょう。それでは皆さんごきげんよう、さよなら、バイバイ。今映ってるウクレレ、ガズの初めてウクレレ、ガズのわがままウクレレ、ウスレレ、セミオーダー、これすべて今事前予約注文と、ガズの初めてウクレレだけはもうすぐに販売できる状態になってます。ここにリンクはちょっと貼っときますんで、このリンク先ちょっとご確認ください。リットミュージック社から、出版してるガズの本なんですけど、累計 3冊で12万5000部を突破という、もうものすごいことになってるんですけど、はい、大ヒットシリーズの今回第4弾が出版決定しまして、今予約受付がスタートしてます。これ見て、これ、はい、これです。ちょっと以前もね、このリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで、でね、この横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方、これ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかに、これコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからねちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね弾くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。